何、ブッチャー呼んだの小鹿さん。そうだよ。お、そうなんだ。かわいそうになってさ、毎週来るんだから。なぜあのプロモーターの時は彼は1週間に1試合か2試合で、もう試合やれないじゃん、もうあのくれないんださ、リングは上げてくんない。それでもうあんまりかわいそうだから、モッツさんに電話して、モッツさん、今言ってる外人選手の最低のギャランティーはいくらだって、はい、あの頃500ドルだ。あ、日本プロです、ね、うん、それでもいいから、日本に送ってやってくんないかって言ったら、ああ、小岩さんが言うんだったらいいよって、それで送ったんださ、モッツさんが電話して、小岩さん、あいついいよ、すごいですね。だから それを送って、じゃあ、あいつそれからこれになったんだよ